みなさんこんばんは。こんばんは。東京倉庫がお送りします、東京倉庫チャンネル。今日は特別編ということで、東京倉庫から皆様に大切なお知らせとお願いと告知がございます。この度東京倉庫は人を募集しております。はい、この慢性的な人材不足、うん、ついにそこ2人にね、今まで結構頑張ってもらってたんですけど、まあ、結構2人が頑張り屋なんで何でも詰め込めるかなと。泣いてる泣いてる。まあクオリティは置いといてね、頑張り屋なのでいい加減ちょっと仕事も増え、もうちょっと今後すごい人で増えてきそうな予感なので、ちょっとさすがにね。そうなんですよね。出ようと。ちなみに滝さんはどういう人がいい？うん、僕はまあツイッターでも先日募集させていただきましたけれども、はい、まあちょっとこだわりとしては最近ちょっと高卒の方、うん、大卒なり専門卒の映像卒、映像学校の方、うんうん、卒の方がいらっしゃったんですけど、まあ、ちょっと無駄なものが多いなと。なるほど。ほこりですかね。誇り弊社は弊社のやり方があるし、弊社は多分特にうちちょっと変わった仕事も多いので、うん、なんだろう、うちに必要なものは、うん、うちでしか、うん、習得されていかないで、今の時代も大学なんて本当意味ないみたいな。一応なんかそういう特徴を一応上げた、上げてみたら、プライドが高い、プライドが、とにかくプライドが高くて、一見意識高い系なんですよね。そうそうそう、意識高い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 でいいんじゃないですか。だからプライドが高いです、うん、裏を返すと、うん、どういう人が向いてそうなんですか。素直、うん、素直で雑念がなくて、謙虚で、いじられるのが好きで、りょうこちゃんみたいな。りょうこちゃん違う。りょうこちゃんちょっとそうだよって言ってよ。塚田くんはさっきちょっとちょいちょい分かったけど、すごい同調してますね。珍しく岡崎さんがこう、珍しく、珍しくないか、珍しくない。でもなんかこう、あ、うんうんみたいな。なんか塚田くんどういう部活やってたらいいとか、なんかそういう具体的なのあったりする？部活？何で部活？まあ、基本的に運動部経験者は、うん、ポイントが高い。そうか。でなるべく、まあ、個人的にはなんか集団競技をやって、まあ、野球、サッカー、バスケとか、野球はいい。個人的に本当も偏見ですけど、陸上はねちょっとなんか相性が悪い。あとね、割と不器用な人の方が伸びるんですよね、最終的に。あるかも。器用なやつはすぐやめるんで。そうですね、ずっと上手くなって、そうそう、ずっとやめちゃう。安江ちゃんはどういう人がいいですか？私はちょっとさっき言いましたけど、メガネで松山健一みたいな人。メガネで松山健一みたいな。さっきからなんかボケなのかなって。なんていうんですか、じゃあ、りょうこちゃん。私、バカな人がいいです。だから、いじられるのも、もう、俺楽しいっすみたいな、もう、俺いいんです、とりあえずこれしか能がないんで、みたいな感じで、なんか一生懸命やってくれるような。バカはいいよね。斉藤さんはそこは、ね、いい例だよね。いい感じだよね。私、バカじゃない。長期的に、採用というか、その、まあ、とりあえず今1人入れて、2人、3人。どんどん入れていきたいんですけど、まあ、その彼にはうちのこう、なんつうんだろうな、このキャラクターとしてもちゃんとこう名物、その仕事する人としてだけじゃなくて、まあ、多分最初は雇用期間みたいな、試験雇用期間みたいな。そうですね、とりあえず3ヶ月ぐらいやってもらって、ちょっと見させていただくっていう。あれですか、やっぱ先着何名まで生乳出るんですか。あ、なるほど。そ応募に対して、あ、それは、ノベルティ応募しただけで
差し出すの？あの面接に来ていただいた方。面接に来ただけで差し出すの？二度と会わないやつかもしれないのに。皆さん、あのメールでも Facebook でもこの YouTube のコメントでも何でも、あ、Twitter でも何でもいいので、あの、あ、あれ、やっぱメールアドレスって多分、やっぱりメールアドレスの方でお願いします東京ドット倉庫アット倉庫ドット東京という素晴らしいアドレスありますので、今ここに出てますかね、はい、こちらの方にどうぞご応募いただければと思います。はい、お待ちしてます。それでは楽しい職場でーす。はーい、セクハラ三昧でーす。